リビジョンズは300年以上先に渋谷が転送されるっていう現実ではなかなかありえないような設定にはなってるんですけど、でもなんでしょう、そのキャラクターたちの心の流れだったりとか、そういう危機的状況に陥った時に人間ってどうなっちゃうんだろうみたいなのが割とこうリアリティあふれる形で描かれているので、ちょっとそこは面白いところなのかなって思っています。私が演じさせていただくマリマリというキャラクターは少し臆病な子ではあるんですけど、作中でも現実を受け入れられなかったりとか逃げ出しちゃったりする場面とかもあるんですけど、でも最終的には向き合って戦おうってする意志を持てる芯は強い女の子だと思っていて、あと仲間思いの一面があって、そこは私も大好きなところです。そうですね、家族で避難場所を決めてあったりとか、あとお家にリュック、避難防災グッズを入れたリュックを常に置いてるようにはしてます。それくらいですかね。はい、リビジョンズはですね、収録の最中でもこの作品面白いねとか、たくさんの方に見てほしいねってみんなそんなことを言いながら収録した作品なので、きっと多くの方に楽しんでいただける内容になっているんじゃないかなって思います。先の見えない展開にハラハラドキドキしながらぜひ見ていただきたいです。最後まで楽しんでください。